いやあ、接続圭介だよ。冴えない荒野を目指す楽園のボック続き。前回のパートは、確か主人公が間違えたな、これ。プレイじゃダメだよ、よう考えたら。ロードしなあかんね、これ。読み込み。こっちだ、こっち。そうそうそう、主人公が仕事押し付けられてね。てか、リーダー押し付けられたよね。そんで押し付けられて、なんか募集の記事を作ってアップしなさいみたいな。アップしてみたいな感じのことを頼まれて、その文章を自分で勝手に作って勝手に上げとる。さあ、結果どうなるかっていうところで、この、一旦点点点が入って、そこで終わったよね。よっしゃ、やります。応募、来るといいな。あとは待つだけ。さあ、ガオ、馬ってやつだな。毎度毎度さ、突然ゲームの宣伝入ってくるの何なんだろうなって思うんやけどさ、調べてみたらさ、これまでさ、こういう感じでさ、クリームで公開中ですってあるけどさ、調べてみたらさ、本当に公開されとうけんね。全部。びっくりするよ、これ。本当にタイトルをさ、フリームで検索したらさ、本当にこのゲームあるけんね。僕と恋する福井県やってさ、これでさ、フリーム検索したらさ、多分出てくるけんね。僕と恋する福井県で。本日、募集締め切り最終日。どうした坊ちゃんみたいな感じになって。どうした俺、坊ちゃんみたいな感じに。ハゲーおかしい。なんでだ。募集記事は完璧だったのに。来た人数は3件、そのうち冷やかしが3件。実質似てないところじゃないか、この野郎。それでも冷やかしでも3件来たんじゃって思うやけどな、俺としては。あの後、記事を見直して普通に投稿はされていたのに。このなぜだの言い方は、某カードゲームの社長みたいな。いや、いきなりそんなことを言われても。今日はそんなに忙しくないから、もう上がってもいいよ。こいつ、この店におらせたら危険だっていう、そんな反応されてるじゃないか。なんで、なんか怖いし。そんな目つきしてるのが、もう多分この時の目つきはね、クリオンしんちゃんのねねちゃんレベルなんだろうね。リアルままごとすればよで、って言った時にはこういう目をするんだろうね。それでは帰ります。あ、普通に帰るんじゃ。遠慮なし、遠慮なし。あ、ちょっと漏れちゃった。そんなこと言わなくていいんだよ、店長。しかし、何度も見直してみたけど、メールが来てんのはなぁ。うさぎさん出して、殴り出すわ。あのうさぎさんやってさ、よくあんな殴られてもって感じだけどさ、話によってはさ、あのうさぎがさ、突然動き出してさ、よくいつも殴ってくれたわね、みたいな話もあるよね、確か。おかしいよな。やっほー、少年。おーい。メガメガ。バルス、お姉さんがバルスを繰り出しました。これは効く、これは効くぞ。ドゴーン、眼球にダイレクトアタックを食らい、その場に倒れ込む。人のことを無視するからだよ。じゃあよ。そこにいたのは、イエーイとポーズを取った姉子、カッコ、バルスであった。姉子バルスだ。姉子バルスが発動しました。びっくりした。突き刺さった目を、濡れタオルで冷やしながら一息つく。場所はもちろん、ジョイフル。
だから別に回し物じゃないからな。やめろ。おねしょたみたいな展開に持っていくのやめろ。お前は目をつぶしただけだろうが、お前。もうやめて。主人公の目のライフはゼロよ。先ほどのことも悪ぶれもなく、俺のおでこを指でツンと刺す。姉子。この野郎、隙があったら何々してやろうか。犯罪、トライ。好きな言葉を入れてくれ。先に話してみなさいよって言ってください。目をつぶす前に、目をつぶす前に。さくらさん酔ってます。確かに酔ってるようなテンションである。実はすでにビール本数にしてジョッキ4杯ほどが空いているのだ。めっちゃ飲んでる。これで酔っていないと言われても誰も信じないであろう。酔っているって、わらしが酔っ払っているって誰が決めた。お前なのか。もう状況証拠としてね、顔が赤いのとわらしいわっていうね、今時女の人がそんな子一人称使わないわなっていうようなわらしっていうね、誰もそんな一人称使わないだろうなっていうような一人称使ってるあたりもう酔ってるね。そんなこと言ってませんって。わらしってそうか、いつの時代の人間だ。ならよし。あんまりよく思えないですよね。ムフーと、鼻息を荒く立てる姉子。本当に残念すぎる。さくら涼子じゃなくて残念涼子でもいいような気がする。いいから考えていた悩みを吐き出せ。出ないと。出ないと。ここでゲボを吐いてみっともなく泣き叫ぶ。もうそれがさ、悩んどることが一つない。こんな女の人に絡まれることが一つの悩んでいることかもしれないくらい。恐ろしい。社会的に殺される。成人女性の泣き叫びは見る方も聞く方も辛いぞ。それでもいいのか。ああ、じゃあやってください。俺、遠巻きに SNS にアップしますんで。分かった、分かりました。実は主人公、いつかハゲる悩みがありすぎたやな。それがだんだんさ、ハゲが悩みになってくるからさ、スパイラルが起きるよ。ということなんです。ことの事態を説明かな。姉子は黙って俺の話を聞いて何か思案している。実はな、少年。なんだって。ジャンプは月曜発売のところと土曜日発売の地域があるって。マジで。はい、少年には言わなかったんだが。はい、それは残念だが当然の残党な結果であると言えるな。なんでですか。はい、そう言われると思っておりました。切ない圭介は。これは姉子の言う通りの文章でやったんですよ。まあ落ち着きたまえ。俺は悪くねえという少年の言うことはわかる。だけどな、少年はミスを犯してるんだ。ミスですと。ミス。最後に送っている文章、あれがいけなかったかもね。最後ね。あれは素直な気持ちで書いたやつなんですよ。そうだね、それはよくわかる。でもね、考えてみて。はい、考えてみる。何を。何を作るかなどの具体的なことはまだ決まっておりませんって言ってるのがあかんかったのよ。ほう、さあ、それが何がダメなのかちょっと聞いてみようじゃないか。それは事実じゃないですか。そうだね、だけど事実は時によっては隠しておいた方がいい場合もあるのよ。ほうほう。具体的なことはまだ決まってないってことは何も考えてませんって言ってると思われても仕方のないことなの。はあ。外にいる人たちは何も考えてないわけじゃないってのは分かってる。うん。けどその記事を見る人たちは全く事情を知らない人たちなのよ。はい、なるほど。そのまま椅子にうなだれる。じゃあ俺がしたことは余計なことだった。つまりだ。年収300万とか言うて高い数字を出しておきながらさ、実は年収5万とかそれぐらいだったりするっていう、そういうことだな。メンバーが素人集団というのはそれだけで経験者からは敬遠されるもの。
ものだからね。はあ。極力そういった要素を省いたのが裏目に出てしまったわ。うん。いきなり立ち上がり頭を下げる。ごめんなさい。なんで姉子が謝るんですか。悪いのは勝手に記事に付け加えた俺にあるんですよ。いえ、私が最後にチェックしなかったのが全ての原因だわ。寝てたもんね。いや、俺だ。私だって。俺。私。俺。あった。このタイミングで店員登場。ちょっと店内静かにしましょうね。成り上がるので言葉遣い、店員の言葉遣い、チワ喧嘩ってカップルみたいに思われてるね。とうとう、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどよかった。カップルにもらえるのちょうどよかった。童貞の主人公、俺とあれ子どっちが悪いと思います。そういうことちょうどいいって、何部外者の人にさ判断求めてんの。ごもっともです。その通りですね、確かに。あんまりふざけたことを流し上がるのでしたら、うんこ召し上がれですよ。あー、店員、ファミレスの店員として言っちゃいけないことを言ったね、君。店長だぜ、店長。ごめんなさい。なんじゃこれ。これを見ていて俺はなんて反応すればいいんだ。こんなところで乳くり合うんじゃねえですよ。本当にさくらさんの乳を乳くれるんだったらそれでよかったんですけどね。店員はとりあえず注意をするだけでこの場は引いてくれた。ただし次はないからな、やたら3日後100倍だからな、という注意勧告だけを残してな。100倍って何の100倍なんだ。100倍ってポイント100倍にしてくれってことかな。あははは。あ、いかんいかん。とりあえずどうしましょうか。冷静さを取り戻した俺たちは今後について話し合うことにする。そうね、とりあえずは今日の夜まで待って、そこから決めてもいいわね。最悪あの子に頼むかしら。あの子、あの子、あ、同じ反応した。知り合いに声をかけてみるかなってね。最初からそれでよかった。そうやな、それ言ってしまえばそうやな。なぜ募集をかけたのか。その子のさ、そのどの子なのか知らんけどさ、ヤバい子なのか、その子どの子ヤバい子なのか。なんだよ、それなら別にいらないじゃん。その子今海外なのよ。海外か。時間帯がちょっとあれなんやな。だからちょっと可能性としては難しいわね。参加しにくそうやな、ネットで通じるとしても。そういえばメールチェックをしてなかったな。ちょっと失礼しますね。そう言いながら俺はスマホを取り出し操作をする。新着メール一件来とる。おい、あれが来てる。あれが来てる。何が？魔法チョビの組み合わせ？何の話だい。俺はミホエリ派なんで。いや、何の話をしてるんだお前。ミホエリ派って何なんだよ、ミホエリって。違います、メールですよ。中身はこうだ。パラダイスオンアースの担当様へ突然のメール失礼します。掲示板でシナリオライター募集の記事を見て募集をさせていただきました。小鳥遊びって書いて高野氏というものです。みんなアニメオタクだったらさ、小鳥遊びって書いて高野氏って読むのはさ常識だからね。みんなこの小鳥遊びって言葉を出てきて高野氏と読めなかった君はオタク失格だ。わかるか。応募方法に書いてあった作品一編の提出なのですが、私が書いた作品はオフラインで書いたものばかりで、ネット上に出力しようとしたら時間がかかり、募集日の日時を過ぎてしまいそうです。もし、キサークルが、〇〇県に近いところにおられるのでしたら、一度会ってみて、実際に読んで反応をもらえたらと思い、メールをいたしました。もしよろしければ、都合がよろしい 日付を教えてくれればと思います。いやー、小鳥遊び読めちゃった。高梨だよ、高梨。
なんかさ、アニメキャラのさ、ヒロインに高梨って名字多いよね、なぜか。丸丸くん、うちの剣じゃねえか。一緒の剣の人だった。これ、とってもいい人かもしれませんよ。すぐに返事出した方がいいですかね。普通こういうんってさ、全く ネットで出会ってさ、全く会話すらもしてない人とさ、いきなり会うって俺リスク高いと思うやけどな。俺はな、ちょっと心配だけれど、私と少年が直接会いに行きましょうか。少年、今度の日曜でいい？わあ、これは遠回しにデートですね。これはデートですね。はい、大丈夫っす。相手の人が女だったら、女の人だったらさ、男1、女2のデートになるというね。主人公としては、童貞の主人公としてはもう願ったり語ったり、まあ相手の人が女性とは限らないんだけどね。じゃあメールを返して。内容は、とりあえず返信をして会う旨を伝えた俺たちは、その人と今週の日曜に会うことになった。高梨って名前合わせやすいんですかね。どうなんだろう。あー、でも4文字小鳥遊びで高梨ね、なんか結構インパクトがあるというかね、普通の名前じゃないあたりがさ、まあアニメキャラには使いやすいっていうのもあるんかもしれんし、これが運命の出会いになるとは知らないで。不安になるようなモノローグ入れんなよ。入れたの誰なんだい。シーマちゃん。めっちゃ適当、めっちゃ適当な謝り方すぎてさ、本当に謝ってるのかわからないような言葉になっている。愛媛で待ち合わせてデートが何かみたいだな。こもどもです。先に駅前で待ち合わせとなったので来たのだが、駅前には日曜の昼前ということもあり、そこの子 の数の人か人がいる。後で見渡してみるが、姉子のような人はいない。まだ来てないのかね。ならちょうどいいや。タバコ、かっこ電子を吸いに、あそこの喫煙所に行ってこよう。なんだ、昔のゲームのキャウダイが歩く音みたいな感じのは。いくら電子タバコと言えども、見た目がタバコである以上は規則に基づいたところで吸わないとね。それにしても、姉を押せえな。遅くなっている理由は、うんこか。うんこなのか、やめて。帰りも女の人に対して、うんこうんこ言うのやめて。畜生、せっかく電話をしても繋がらないし、本当に何してるんだ。まあ、そうは言っても仕方ないか。おとなしく待っておこう。お姉さんが来なさすぎてさ、主人公が光合成し始めたんじゃないのかこれ。日光を浴びてゆっくりと養分を作り始めたんじゃないかこれは。おお、あそこにいる中学生。さっきから何をやった。いや、どう見ても中学生には見えんだろう。特におっぱい、特におっぱい的に、おっぱい的に中学生には見えんだろうがお前。これは中学生としてまだ超高校級のおっぱいだぞお前。おいお前、超高校級のおっぱいになるぞ。え、中学生なのに。友達と待ち合わせとかなのか。いや、もしかしてあの暴力的なまでに弾むおっぱい。ああ、なんでこんなに縦にたくさん揺れてるのにおっぱいはそこまで揺れてないんでしょうね。弾力、弾力。あと右クリックを押したら字幕が消える。この見てくださいよ、このゴスロリ風のお姉さん、いいね。なんかスーツ姿以外も初めて見たけどさ、こういう服装もありなんだね。いわゆる乳袋っていうのか、これはもうこれはエロスをかきたててるね。いい服装を選んできたな。でも中学生はないだろ。少年、どこにいるんじゃ。間違いない、あれはさくらさんだ。趣味が丸出しだ。もう男、童貞を心すぎ満々だなこの人。これは姉子と合流した方が良さそうだな。
そう思った俺はすぐにポケットに電子タバコをしまい、どうやって彼女をなだめるための方法を試案する一方で、一発殴られる覚悟をした。殴られた。まったく。タバコを吸いに行ってるのなら行ってると、あらかじめ連絡くらいちょうだいよ。それいちいち連絡しないといけませんかね。そうは言うかな、少佐。誰が少佐よ、誰が。この間の番号に電話したのに、なぜか繋がらなかったんです。あ、それダメなやつですね。どうしたんですか。あれ繋がらなかったんですけど、でエンターキー押したんやけど。あ、進んだ進んだ。あら、いっけな。自分のことになったら、そういうあらいっけなみたいなあざとさを持ってさ、どうにかしようとするんじゃないわ。おい、こら。場所はここですので大丈夫です。あとこの服装でもちゃんとウィンクのともにね、おっぱいが揺れるしよう。俺は大好きです。じゃあ時間まで喫茶店でも。あいにくお茶を飲むほどの余裕はないですね。そうだよ、相手もいるんだよ今回は。もう今回はね、会社の接待も言えない感覚で言いますからね。将来の企画担当さ、この人になるかわからないっていう、もう正直ね、パラダイスオンアースの未来をかけたようなプレゼンが始まる。プレゼンかな。まあ未来をかけたような、そういう一日になることになるだろうからな。てへ、ペロペロペロ。おっと、主人公にはこのてへは聞かないらしい。ごめんなさい、私が悪かった。あざとい感じで言ってもさ、全然通用せんけんね。とうとう普通に謝り始めた。実はこの前の電話をかけたのは仕事用の携帯。あ、そうか、公務員だったもんな。さくらてめえ。主人公の怒りゲージはマックスよ。この勢いでおっぱいを飲んでも、もうこれはさくらさんが悪いね。だって携帯二つないとうっかり中身を見られたときに困ることがあるっていうか、なんというか。携帯にどんなものを入れてるんだお前は。ほら、おそちょろな小説のお気に入りとか見られたら死ぬぜ。それは仕事先で見なければいいのではないだろうか。そう言ってスマホを出してくる。ってことはさ、仕事用の携帯に主人公の電話の登録しとんだ。ついでに LINE もいいですか。LINE って何？マジで。絶滅危惧種じゃ。今頃 LINE をしてない人ってあんまりいないようなイメージが。お年寄りならともかくこんな若い状態で。あながち間違ってないな。冗談なのか本気なのか分かりにくいボケだな。一体いくつなんだろうこの人、聞いてみるか。姉子って一体いくつなんです。え、姉子は何歳なんですって。お、 Do you mind if I ask your age? 要するとそんな英語が出てくるよね。いいこと思いついたという顔。そこで17歳とかいうボケはやめて。出た、カウンタートラップだ。何か仕掛けてくる前にさ、手を打っている主人公。大体お料理年下の公務員がいるか。少年の意地悪。まあ、もし本当に17歳だったらこれはこれで貴重。JK でこのおっぱいというさ、優秀さを認めはせろいおれませんからね。両手にグーをしてポコポコ叩く姉子。多分ポコポコ叩いている時のおっぱいの揺れ方は実に絶頂だったのだろう。可愛いから許すけど、可愛くなかったらうっかり殴りそうになってるところだったぜ。へへへ。ところで、その格好。そうだよ、その格好だよ。ほうほう、もう今回の本題にしてもいいぐらいにその格好。私服に突っ込んでみる。
今までおね、姉子とは仕事帰りでしか会ってなかったから私服を見るのはこれが初である。じーっと見てくると、ぐっと回ってターンを決める。どう、かわいい、似合う。まあ、確かに似合うし可愛いけどさ、何よりエロいよね。服が、それとも衣装、それどっちも同じ言葉。俺、彼女にはお前が一番似合ってる姿はそれだと思うぜって言って全裸で過ごさせる系男子なんだ。ド S だ、主人公妄想がすごいド S だ。そんな男子は捕まってしまえ。それに正直エッチになったら服なんて関係ないし。エッチになること前提で考えるじゃないわお前。割と最低だなお前。ごもっとも。ただしバニーは除く。除け、そんなもの。バーニー、バーニー、今度はバニーでさくらさんと会おう。でも、あれ子は可愛いと思いますよ。お、ここでちゃんと言う言葉を。その言葉もっと前に聞きたかった。これじゃ台無しだよ。これが冴えない恋を目指す楽園の僕のクオリティ。でも、ありがとう。それでも出れる、さくらさん、可愛い。ジャライ。しかし、時間までちょっとあるけど。どこかに行けるほどではない。どうしましょうか。うん、それならお話っぽいことしようぜ。うんうん、そこまで言うならお話をしようぜ。お話。そう、お話。今度は鉄系さんの絵バニーで描こう。ダメ。俺似合わねえよ。うん、描くんはいいけど、その場合俺のおっぱいは大きめに描いてね。なんだよそれ。じゃあ子供の時に近所に住むおじさんが実はおばさんだった。聞きたい、なんかそれ聞きたいな。どうも、どういう理由でおじさんだと思っとったのにさ、実はおばさんだったって分かった時の瞬間、その時の主人公の気持ちを述べようっていうさ、ことでさ、感想文書いてほしいんやけど。もうどうしよう、感想文の代わりにさ、それで原稿用紙5枚埋めてほしいんやけど。いや、それは気になるけど。そうじゃなくて、すごいな、そんな話あるんだったらさ、ライオンさんのご機嫌ようとか出てさ、笑える話とか出てきても大丈夫そうやな。3人。え、何？どうしたっていうの？みってもなく泣き始める俺。周りの目なんて気にしない。だって男の子だもん。それぐらい募集してきた3人はひどかったので。まず最初は。はい。ボン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 ボーン。最初の人はメールもメールの文章も普通でした。とりあえずチャットで一旦話してみようと思いまして。それでも、それじゃああなたが書きたいと思うその作品を見せてもらえませんか。それはできません。え、だってそんなことをすれば僕の相手が盗まれるじゃないですか。いや、しかしですね。大丈夫です、すべて僕の頭の中にありますので。だからあなたたちは黙って先をしてください。うわー、なんかこれ。うわ、なんかこっちのことをさ、ただ道具だと思っとるタイプの人間じゃん、これ。あ、ダメだこれ。こんなやつに人間の感情があるとは思えない。お祈りメールを出させてもらいました。この人は蹴って正解だった。仕方ないね。うん、仕方ないの。おばあさん。そうだろうな。社畜的なね、やつを探しとる上のブラック企業の上司みたいな感じですな。で、2人目ですが。はい、2人目。ポン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 。メールの文面がひどかった。以上。ちょっと待って、それだけ。それだけ。どんな感じでひどかったかによるな、これは。メールがですね、ひどくて。誤字がたくさんあったとか。スマホを開き、兄子に見せる。ものすごく乱雑に説明するとこうだ。やっほー、俺まるまるって言うんだけどさ、知ってる？俺のことを知らねえだろ。お互い初見だよお前。何が知ってるじゃんお前。どこに知ってる要素があったのだお前。お前のところは3人だったんだってな。まるまるっていう有名ところは最低8人でやってるぞ。まあそんなんで困っているところだから俺が助けてやるよ。な、な、嬉しいだろ。なるほど、これはもうダメだ。自分のことを高い位置にいる人間だと思っているな。わかりました。ぜひ〇〇というサークルに入ってあなたを作りたい作品を作ってください。俺が返信した内容です。いや、
まあちょっといい対応したな主人公。全く相手のことを傷つけずにさ、ちゃんとした対応をしたような気がするな。そうかもしれない。あまりにも上から目線すぎたので、つい、そしたら、はい、画面をフリックして帰ってきたメールを見せる。あ、そう、まあ俺じゃお表情なかったし別にいいか、じゃあね。あくまで自分は高みの人間だと思ういう、そういう認識でおるなこいつ。こんなやつはさ、家に雷でも落ちてパソコンパーになれ。そこで体力が弱ったところに現れた3人目。さすがにあれ以上はのは来ないだろう。そんなにやばかったん。そう思ってメールを開くと、そこには普通だった。じゃあ提出先はというと、うん、小説サイトのアドレス。これなら平気だろう。そう思って開いた時です。次だよバーケ。そのタイトルで本文書いた形跡なし。俺はわあ。心折れちゃった。それはおられるわと。こっちは真面目に探してるのに。募集って大変ですね。普通はもうちょっとまともだけどね。運が悪かっただけだし。再び泣く俺。さくらさん、そういう時はさ、大丈夫、おっぱい揉むって聞いてほしかったな。うん、俺、土が食べたいよ、お姉ちゃん。遠慮ねえな、お前。だ、誰が出てきた今。左側に誰が出てきたぞ、お前。お前、チラッと見てる。あね、あまあ、そこの君。そこの何者かわからない君。画面の左端で反復横跳びをするんじゃない。チラチラ右側に出てくるんじゃない、出てこんようやった。そんなこと言ったら出てこんようになってしまった。マジか。さ、回っているやつで3000円ってそこそこ食えるぞお前。お寿司、お寿司、お寿司、お寿司。時間、時計を見てみる。約束の時間の5分前。ちょっとよかったね。わかるんですか。メールの文章から見て相当真面目な性格の人間だと推測されるわ。ほう、そういった人だから遅刻はありえないと。それは規定できるな。ええ、もしかしたらあの POE の方ですか。何、女の人だって見えたな今。チラッとチラッと反復横跳びしよったもんな、左側で。よっしゃ、今回はあえてここでセーブさせてもらいまして、この POE の方ですかっていうさ、女性の声で来たというところでね、ね、あれですね、ワイドさせていきましょう。てか、チラッとさ、反復横跳びしよったけんな、左側で。なんか怪しい人間が反復横跳びしよったもんな、左側で。やけん、うん、どんなやつが出てくるかっていうのはもう、おおよそ察しがついてしまっとるというね、そういう状態でさ、わざわざ、はあ、じゃあ次回どんなやつが現れるかなみたいな、まあ、F リーのような状態で終わるというね、そういう状態で終わりスタートさせていただきます。というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。また来週もご視聴お願いします。というわけで週明け